やっぱりあれですね。てか姪っ子が風邪ひいてたんですけど、やっぱうつるね、子供の風邪は。なんか昨日ご飯食べててなんか喉痛いなって思ったら、もう普通にめちゃ風邪だった。熱は測ってないですまだ。今病院行ってきた。子供の風邪やばいね。もう子供のなんか自分の子供みたいだけど、子供の症状と全く同じでめっちゃしんどい。水生さん間に合いました。んで葛根と飲んでくださいと言われました。どれだか、本当病院に行ってきました。あ、あった、パソコンと。すっごいね、薬がいっぱいある。何が何だか分かりませんね。そう、病院でお薬もらえたんです。偉いですか、すぐ病院に行って。まず何が何だか分かんないですか。すぐに病院行くの偉いでしょ。食欲はありますよ。君に決めた。決まってるんですけどね、飲むの、飲む薬は。君に決めた。やだ、粉の薬飲みたくない。やだ。てか処方してもらった薬がさ、あの、風
葛根湯錠剤なんですけど、めっちゃ良くないですか。なんか葛根湯って粉のイメージあるんだけど、これ錠剤だ。でもこっちの風邪薬粉だ、やだな。粉の薬嫌いなんですけど、これ錠剤葛根湯、こっちがなんか粉の薬、総合風邪薬みたいな。まずそう、やだ、飲みたくない。このベビーワセリンリップなくしたから買ってきました。てかめっちゃ寝起き。え、病院名映ってた？映ってないですよ。え、どこに？これ、え、映ってないよね。びっくりした、映ってないよ。匂いはしません。粉薬は液がいいです。私は水を先に口に含んで全部ベッて入れて飲むのが粉の飲み方なんですけど、皆さんは粉の飲み方ありますか？サンドイッチ方式です。え、解熱剤を飲んじゃダメよ。なんで？飲んじゃった今。いきます。うん、私はカレーに混ぜます。カレーに混ぜるの薬を。すごいね。開かない。葛根湯錠剤神。あ、なぜ錠剤なのにまずい。まずい。ビールで薬飲むの絶対ダメでしょ。絶対ダメだよ、そんなことしたら。はあ、まずかった。このさ、下流のやつ1日4回飲んでくださいって書いてあって、粉薬は水で練ってお団子みたいにすると飲み込めます。ダメだよ、そうやって薬で遊んじゃ。4回って書いてあるんだけどさ、どのタイミングで4回って飲むの？4回って何？いつ？朝昼夕夜？どのタイミングで飲むのかしら。
あ、今回は武道館終わっても風邪ひかないなって思ってたのに引いちゃった。4回の間隔すごい短くなっちゃダメそう。絶対ダメだよね。今週はそんなに忙しくないから、なんか本当にいいタイミングで風邪ひくんですよね最近。体が有能、体がさ、タイミング、4回の場合は6時間後とか寝る前、6時間も開けなきゃいけないの、不可能じゃない？それ起きんの、そういう人はどうなのそれ。かわいい、セーターティーのデザイン。めっちゃいい感じです。モナタもいます。今回もセーブ室はね出なかったんですよ。まだ抗生物質出すほどじゃないねって言われた先生に。って言ってました。優しかった先生、おじいちゃん先生が。修正出そう、これ間に合うかな、今修正出して。
今年は白に したんだけど、どう？白でよかった？あれ、去年も白だっけ？待って、そうだったっけ？去年も白か。え、黒にすればよかったかな。じゃああ、黒で白、まあいっか、白でどっちがいい？白でいい？なんか結局黒か白選んじゃうんですよね、いつも色。まあいっか、白で。白に敷いちゃおう。とりあえず白にしますね。ああ、喉が痛い。赤い？喉赤い？絶対喉赤い。いつもさ、こうやってライトつけて赤いか見る。返答辺の時とかそれやるの楽しい。楽しい、やばいね。なんかさ、海みたいあるよね、変態の時。トローチあるよ、あのなんかね、ここにやるやつ、このこれ、このトローチ、なんか知ってる？この寝る前だけかな、今やっちゃおう。なんかさ、ここにさ、こうやって挟んどくの。ここに置いとくの、ここ、歯茎。そしたらね、歯がね、青くなってく。で、ここに置いといて自然に溶けるまで待つの。なんか丸いやつも正しいよ、これ使い方調べてみて。アズノール ST なんとかなんとか、正しいよね。ここに入れるの。でも私これなんか夜寝る前にやってくださいって言われるんだけど、
マウスピース矯正してるからさ、寝るときできないのよ、マウスピースあるか。だから寝るときできない。多分めっちゃ時間かかるのよ、全部溶けるのに。何時間も。今やったら夜ご飯確かに食べれないね。まだそんなお腹空いてないけど。12月23応募してきた。あ、ありがとう。足りますように、また会いたい。ありがとう。今日ブリの照り焼きいいな。私もブリの照り焼きにしようかな。今日体調が悪い時こそご飯作ろうかなみたいな。生姜とかすったりとかしようかなみたいな気持ちになってるけど、めんどくさいなって気持ちもある。でもとっても体がだるい。ミルフィーユ鍋も美味しそう。え、ブリしゃぶ絶対美味しい。体がだる重いって感じですね、今日は。いい、そう、今からブリ釣りに行ってくるわ。ブリの照り焼き釣ってくるね。次呼ぼうかな、じゃあ。またゆっくりやりますね、配信。今日はね、めっちゃ寝たんだよ、体調あれだったから。そろそろ歯が青くなってくる。インフルじゃなかったですね。てか検査してない。なんか先生がインフルだったらもう熱出てるわみたいな言ってた。あるとしたらまあコロナかなみたいな言ってた。でもまあ違うと思うよみたいな。熱ね、測ってないけど体感ないからないと思う。てかさ、髪の毛の色も結構落ちてきたよね。めっちゃいい色じゃない今ね。この色結構好きです今。やっぱ染めたてよりこの落ちてきた色好き。めっちゃいい色、色落ちめっちゃ早い。赤くなるの楽しみにしてんな。あ、握手会再販。そう、握手会がですね、もう完売が
増えて、なんとありがたいことに1月13日と14日の最後のオンラインお話し会がソールドアウトになりまして、12月24日の個別握手会も完売になりました。この日はオフラインが初めてなのでね、初めてじゃない最後なのでね、最後と初めて間違えちゃった。オフラインが最後なのでね初めての握手会じゃない、最後の握手会。で、12月9日の7分も残りわずかとなっております。まだ23日とかもあるので、なのでみなさんぜひ待ってます。ぜひ来てください。じゃあそろそろ順位を見ますね。ホラー試写会は多分9日かな、私多分順位を見たいと思います。13位から13位なるアミティさん、12位ピアチさん、11位コウヘイさん、10位ナオジーさん、9位マチャルさん、8位ヤッシーさん、7位チャンタちゃん、6位山崎正弘、握手会で恋人つなぎお願いしてもいい5位ドテネコさん、4位ユキちゃん、ゆっくり寝るんだよお大事にありがとう。3位あやなのくまちゃん、やなちゃんの顔なんかキュルルンってしてて、キュルルンしててかわいい、好きけいくんありがとう。2位水雪たん、世界で一番かわいいあやなんちゃん、楽しい楽しい。1位スーパーライモチさんでした。そして55位もなちゃん枠がダニールさんでした。ありがとうございました。では今日はゆっくりしたいと思います。あったかくして、皆さんも風邪ひかないように気をつけてください。なんか風邪ひいてる、風邪引き多い、病院もめっちゃ混んでたから気をつけてください。バイバーイ。